近本教授です。今回は日産のノート e パワーになっております。はい、今ですね、冬です。で、今外気温8度ですけれども、まだですね、走り始めて 2,3 キロというところですね。で、先ほどエンジンかかってすぐ、スタートボタンを押してすぐは暖気のためにエンジンがかかってました。で、ちょっとして、暖気が終わってですね、今は暖房はつけてません。で、ハイブリッド車ですね、は、エンジン車と同じで、暖房っていうのはエンジンの排熱を基本使います。AC ってボタンを押しても、私の乗っているフリードなんかはエアコンかかんないですね。で、暖かい空気がちゃんと出てくるまでエンジンを暖気するっていう風になります。暖房をつけなかったら今暖気終わってるんですけど、はい、今ですね、全然アクセル踏んでなくて、バッテリーもそこそこあるんで、普通に息不足できるんですけども、ここでですね、ちょっと暖房つけてみます。はい。エンジン回り出しましたね。はい、で、今アクセル抜いて、はい。今24度で設定してますけれども、じゃオフにしてみますね。オフにします。はい。すぐにですね、エンジン止まりました。これはすごい面白いなっていうか、フリードだとここまで同期はしないんですけどね。だから暖気が、今は、普通に走る分には暖気終わってるんですけれども、暖房をつけようと思うと、その暖かい空気が出るほどは暖気ができてないっていうところで、暖房をつけるとエンジンがもう少しかかりっぱなしになるということです。はい、今ですね、ちょっと上り坂でエンジンがずっとかかり続けて走ってます。はい、アクセルをちょっと緩めてみますね。はい、今息不足になりました。はい、で、今はですね、暖房をつけてます。しばらくエンジンかけ続けて走ったので、暖房をつけっぱなしにしててもエンジンかかることがなくなりました。ハイブリッド車はエンジンを止めて走ることが結構多いと、なんで、なかなか暖気されないっていうのがあるんですけれども、ただね、暖気のためにエンジンをかけるっていうのはもったいないんで、やっぱりエンジンかけたらちゃんと充電したいっていうのがある。普通はエンジンかかってる時っていうのは充電を積極的にするわけですけれども、バッテリーが結構いっぱいになってくるとそんなに充電する必要がないっていうんで、充電の割合を下げると、そしてエンジンの燃焼効率も少し下げちゃうんで、特にこの e パワーなんかは、エンジンかける時は基本的に非常にね、燃焼効率が高い領域で一定回転させますよね。ガーってね、発電一定回転でしますけれども、暖気のためにエンジンを回すって時は、ちょっとね、回転を下げたり負荷を下げて、バッテリー充電しすぎちゃうと回線ブレーキ効かなくなっちゃうので、ね、そうならないように自動的に制御されると思いますけれども、効率は落ちるわけですね。なんで、暖気のためにエンジンを回すんではなく、充電のためにエンジンを回して、でついでに暖気をするっていうのが理想です。それはその充電っていうのはこの e パワーに限らず、燃費を結構突き詰めたパラレルハイブリッドも、IDCD なんかもエンジンかかってる時っていうのは基本的にバッテリー結構充電しますので、充電の効率というか、エンジンの燃焼効率を下げずに効率よく走りたいっていう風に思う方、燃費を下げたくないよっていう方は、しばらく走って暖気が十分に済んでから暖房を使うっていうのがおすすめです。なかなかね、暖房使わないのが厳しいって方は、シートヒーターがあるんであれば、暖気がね、十分に終わるまではシートヒーターを使うっていうのがおすすめですけれども、逆にね、シートヒーターはずっと使う必要はないです。暖気が十分に済んだら、全然暖房を使って、全くね、排熱を使ってるだけなんで、それをファンで回してるだけなんで、損がないっていうか、シートヒーターっていうのは電熱線ですね、抵抗を通して、電力を消費しているので、しばらく走ってエンジン暖気が十分に終わった状況では暖房をガンガン使っていいですけれども、スタートスイッチをしてすぐですね、走り始めてすぐは、暖房は使わない方が、エンジンが回りっぱなしにならなくって、燃費は下げずに効率よく走れますよっていう話ですね。はい、ということで今回はハイブリッド車の暖房の話をしました。ご視聴ありがとうございました。